はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。どうしようもない男、どうしようもない男って誰かっていうとね、岸田文雄。あのね、僕ね、今回ね、岸田さんがまたやろうとしてるね、増税の中にね、まあ、増税と言われてるね、ものの中にね、独身税みたいなものがあるんですよ。独身税で、これはね、独身の方、要は結婚してない人から、まあ、いわば税金を取って、そしてその財源を、ね、取った財源を、子育て世代とかね、あのそういう結婚をしてない人たちが、結婚をしてる人たち、あるいは子育てをしてる人たちの、財源に回そうという考え方なんですよ。で、これね、僕ね、だからここのね、こう岸田さんの考え方というか、これもう絶対ね、財務省が考えたことだと思うんですよ。岸田の頭じゃこんなものは出てこない。だから僕ね、独身税、このね、僕独身税の考え方の中にね、すごくね、偏見とかね、その考えてはいけないような内容がいっぱいあるような気がするんですよ。で、もともとね、考え方の一つとしてね、そのお金がたくさんある人がお金のない人を少しでも助けようというね、これはある意味その助け合いとかね、余裕がある人が余裕のない人を少しでもね、助けようって言うんだったらね、僕ね、まだ100歩譲ってあるんですよ。だけど、このか、この、その、何、独身税なるものはね、独身の人は、子供を持って、こう、いろいろ子育てしてる人よりも生活が楽なんだろう。使う金が少ないんだろうなんていうね、発想を持ってるんじゃないかなと思ってね、すごくね、このね、独身税っていう話を聞いた時にも腹立ちましたね。でね、それと独身だから払う、これね、自ら独身の道を選んでる人もいるけれども、結婚したいけどできないっていう人もいるんですよね。結婚したいけどできない人、その人からもお金と取るんですかと。あとね、詳細はねちょっとわからないんですけど、じゃあ配偶者とね、死別をしたと、そして独身になってる、じゃあその人からも取るんですか。これ多分ね、年齢が何歳から何歳までの独身いう決め方をするんじゃないかなとかね。あとね、その世帯でもやるのか分かりませんけどね、収入から、だから独身だから収入があるとも限らないでしょ。独身だから収入があるとも限らないでね、やっぱね、無理があるんですよ。大筋の考え方として、結婚してない人からお金を、税金をもらって、結婚してる人、あるいは子育てをしてる人への財源を回すと、これね、ストーリーは分かるんだけれども、やっぱり考え方に無理があるのと、やっぱりね、岸田さんね、自分が結婚してね、子供が3人いってね、やっぱり恵まれてますよ。だけどやっぱり結婚したいのにできない人、じゃあ未婚の人はどうするんですか、子供育ててる未婚の人はどうするんですかとかね。あとね、なんかね、この岸田さんがね、軽々しく表に出してる内容っていうのはね、その岸田さんがこう話す内容を見てショックを受ける人と、腹が立つレベルじゃなくて、精神的に落ち込んだりね、ショックを受ける人も出てくるんじゃないかなっていうふうに僕は、ね、すごく思いますね。あらゆるね、理由をつけて、へりくつこねて、でお金が取れるところはないか、結局ね、増税というよりね、増税という言葉よりもね、
どうやって国民からお金を取ろうかと、大義名分としてどういうふうなやり方があるかっていう考え方をね、あの岸田さんは明らかにしてますよね。僕ね、本当ね、情けない。本当ね、もうね、この人はね、政治家である前にね、人間としてもやっぱおかしいと思う。なんかどこかね、ネジがね、一本二本じゃなくてね、ネジが100本200本抜けてんじゃないかなというぐらい、この岸田さんのね、政策、まあ、総理大臣なんで自分が政策を言うと、でもその裏にはその政策を、ね、練ってる人たちがいる。それがね、官僚たちなんですよ。結局ね、官僚に操られたふりをする政治家は、角栄さんみたいにね、官僚たちは優秀だからあなたたち頑張ってくれと、でも最終的な判断を下すのは政治家であり総理大臣なわけですよね。それをね、あのね、何をしたいのかも全くわからないし、もうね、あの岸田さんをね、引きずり下ろすこと、国民のね、合言葉はね、岸田さんをね、あの引きずり下ろすこと、僕はもうこれがね、何より増税より何よりもね、インボイスよりも何よりも一番大事なことは、国民がやるべきことは、岸田さんを引きずり下ろして自民党をバラバラにする。もうね、これしかね、ないですよね。僕ね、このね、いろんな増税ありますけどね、腹立つけど、そのね、独身税、まあ、名前何なのか分かりません、独身の人から取っていくという発想がね、まあ、おぞましいというか、同じ日本人、同じ人間としてね、やっぱりね、考え方に、やっぱり考え方というか人格にね、ちょっと不備があるようなね、僕はそんな気がしてます。強い人が弱い人を助けるというのは分かる。だけども、独身が強いって誰が言ったんですか？独身が強いって何があるんですか？あのね、もっとね、庶民とかね、国民の暮らしとかね、がどんなものかをね、データだけで見るんじゃなくてね、いろんな角度からね、見るべきじゃないでしょうか。それがね、やっぱり人間だと思いますね。うん。